皆さんこんこにちはベスタの北川ですえ今日はですね前回ベスタの動画でマニカカミーチャというナポリ風の袖付けのお話をしましたのでその流れでなぜナポリがテーラーの聖地として世界的にも トップのランクに居続けられているのか、このお話をしたいと思います。まず、ファッションがお好きな方で、イタリアを知っている方だと、えー、ミラノコレクションといってね、この北イタリアのこちら、このミラノがいわゆるファッションで有名なところでしょと、ミラノコレクションで、ね、春夏秋冬ってファッションショーしているところでしょって思うと思うんですが、テイラードスタイル、いわゆる新士服の世界では、 一番大事なファッションの聖地はナポリなんですね。ナポリ、こう見ると、まあ、イタリアの中でも南の方ですね、にあります。でよくナポリは日本だと 大阪と似てると言って例えられて大阪の方ってちょっと、まあ、面白くってコミュニケーション能力が高いみたいに思われてると思うんですけどイタリアでもナポリはそんな位置づけであのとても開放的であの人々のすごく心ハートが温かいところとして知られています。でなぜそのナポリがですねこのじゃん なぜナポリがテーラースドスーツ、もしくはイタリア語ではテーラーのことをサルトリアと言いますけれども、なぜナポリがサルトリアの有名なあ街なのかというお話をしたいと思います。まずこちら、えー、歴史でちょっとご説明したいんですけれども、1400年代から1700年代にかけて、実はナポリはスペイン地、スペイ だったんですねなので今でもナポリの方言にはスペイン語由来のものがたくさんあります。例えば「急いで」って「ベローチェ」ってカフェもありますけど「急いで急いでベローチェ」って言うんですけどいたえナポリでは「アンプレスサンプレス」といったり全然違う言葉ですよね。スペイン語由来の方言が今でもたくさん残っていると言われています。で えー、次、この1700年代後半から1800年代に入ると、今度、フランス支配下になるんですね。で、この、えー、ブルボン王朝というね、フランスの王朝の支配の時代を、まあ、イタリア語でこのブルボン王朝のことをボルボーネって言うんですけども、ボルボーネの支配だった時代がありますと。 で、このスペイン統治の時はね、スペイン、この年代って黄金時代で、スペインが一番あのコース大航海で、文化、芸術、そういったものでも栄えたと言われている時代になります。で、えー、なぜではですね、その後、すいません、その後、この1800年代初頭から後半にかけて、ようやくイタリアが統一されます。で、これは、 えー、マルゲリータ王妃でも有名なんですけど、この時はサボイア家というファミリーの統治下になりますね。7、はい。で、このね、えー、じゃあ今まで見てきたこの歴史の中で、なぜナポリが、のこのテイラーが栄えたのと何の関係があるのという話になると思うんですが、これ3つ見ていただくと分かる。このの、ね、ナポリというのは この近代までにかけてね、実は世界の流行最先端が集まる、いわゆるメトロポリタンシティだったんですね。なので、スペイン大航海の世界のあちこちの流行最先端のファッション情報も集まる、そして、えー、フランスのねファッションの情報も集まる、世界の流行最先端の場所でした。そしてブルボーン王朝 王家のお膝元ということで王家って王室御用達の食器とか洋服とか、えー、優秀な職人技が集まるんですねブルボン王朝の優秀な職人技がこちらで栄えましたそして、まあ、ちょっとこれ別の枠,あの枠なんですけどプレセネピといって でナポリではクリスマス飾りキリスト生誕の,あの人形劇みたいなものを小さなお人形で再現して飾る習慣があるんですけどそれをプレセーピと言いますナポリはこのプレセーピの生産が非常に盛んでして細かな人形のね手作業お顔をつけたり動物を作ったり細かな手作業でもすごくナポリの職人技は定評があります。ここのねこのね 手を合わせてで、すねで洋服が進化していってるんですが、さらにイギリ,リスの、まあ、スーツとの発祥といえばね、軍服由来のサビル・ロー、王室御用達のサビル・ローが有名ですけれども、サビル・ローの流星は1800年代からと言われてるんですね。で、サビル・ローはあのーまあ、テーラーとして、まあ、そのこのあと、すごくもう聖地、新イスーツ紳士服の聖地となっていくんですが、 それにはですね、この技術が高くて、当時ヨーロッパの田舎でローコスト人材だったナポリから多くのサルト、テーラ、サルトというのはヌー、テーラのヌー技術を持っている人のことです。多くのサルトが出稼ぎに行ったと言われている。で、このサルトがイタリアに戻って名店を開いたという説もあります。というわけで、 なぜナポリがテーラードスーツ、サルトリアの聖地とされているのか、たくさん理由があるんですが、こうしたね、世界のファッションが集まるメトロポリタンシティであったこと。 ね、スペイン統治下もありました、フランスの王家の支配下でもありました、そして王朝があったことで優秀な職人技が栄えました、そしてもともと細かな手作業が得意な、えー、そういった地域性がありました、これがイギリスへのスーツ修行と相まって、ナポリのテーラーが世界的にもトップのレベルになると言われる礎を作ったと言われています。で私 あの実はナポリにたくさん友人がいましてインスタとか見ていただくと私のお友達もいっぱい出てるんですけれどもそういったまあお友達がねいつもみんなで言うんですよみゆき分かってるでしょファッションでもテーラーあなたのビジネスのテーラーの聖地はナポリですよ散々皆さんから教えていただいた情報をもとに今日私なりにまとめてみたのがなぜナポリがテーラーのファッションの 政治なのかという今日のお話になりました。ということで今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけましたら是非いいねボタンを押していただいたりベストの YouTube チャンネルのご登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。